はい、皆さんこんにちは、司会のニュースセンター職員、大関です。今からの20分間は、先ほどまでの時間とは少し異なりまして、先生たちはいない状態になりますので、ざっくばらんにですね、何でも聞いてみよう日進キャンパスライフのことととして、視聴者の皆さんからチャット形式をされた質問にリアルタイムで、PR 大使の皆さんからお答えしていただきたいと思います。本日は、そういったですね、解説として、愛知学院大学で PR 大使に選ばれました学生さんを4名、にお越しいただいております。ではそれぞれ自己紹介していただきたいと思いますので、三浦さんからよろしくお願いします。文学部英語英米文化学科3年生の三浦由美です。はい、よろしくお願いします。では続いて伊藤さん、お願いします。はい、総合政策学部3年の伊藤佐穂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、福本さん、お願いします。はい、グローバル英語学科3年福本のどかです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最後、大石くん、お願いします。はい、先ほどまで見ていた人はまたで、今初めて会った人は初めまして、宗教文化学科の大石蓮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、PR 大使の皆さんですね、白い服着てくださいという指定があったんですけども、大石君だけ真反対の真っ黒着てきてますが、何か特徴あるんですか？はい、これ宗教文化で数代前の先輩が作ってくれた T シャツで、見えるかな、どうですか、見えますか？ちょっと何が書かれてるんですか、それ？これは仏像と宗教文化って書いてあって、下の方にちょっと見にくいけど猫が書いてあるんですよね、この。ありがとうございます。そういう特徴的な、ね、服もありがとうございます。では自己紹介も終わりましたので、早速皆さんに質問していきたいと思います。あ、見えますって回答来てます、ね、すごいですね。ありがとうございます。反応が早いな。ありがとうございます。最初、寮暮らしと一人暮らし、寮暮らし、寮とか一人暮らししてる人と、あと通いですね、どちらが多いですかっていう感じなんですけども、寮とか一人暮らししてるよって方いますか？はい、2人ですね。で、じゃあ2人は通いですかね。あ、ちょうど今22っていう感じなんですけども、じゃあ大石君は今一人暮らし。はい、一人暮らし。もともとどこ出身なんですか？もともとは東京の八王子の出身です。あ、めっちゃ都会出身なんだね。そこからじゃあ愛知県の方に出てきたって感じですか？出てきてですね。今はじゃあ、マンションとかアパートに、アパートの方を借りていて、そこで一人暮らしをしてます。月どれぐらいですか？どれくらいっていうと、家賃の方とか。家賃は6万とかでしたかね。おお。じゃあ三浦さんも今一人暮らし。はい、そうです。どうですか、家賃とか？その辺も家賃は4万5千円ぐらいですかね。結構じゃあここは差がある。差がありますね。まあ相場もね、結構5万前後とかっていうのがこの辺の地域で、バスとかトイレですね、バス、うん、お風呂ですね、お風呂とかトイレ一緒だったら、一緒でもいいよとか、畳の部屋でもいいよっていう場合は3万以下みたいなところもあるみたいなんですけど、うん、じゃあ2人は通いになりますかね。うん、何で来てますか？じゃあ伊藤さん。私は車で通っています。で、車ですか？最初はバスで通ってたので、通学時間が 3,4 倍かかって、今では15分で来れるところが、15分、全然違います。車で15分のところが1時間かけて来てましたね、バスの時は。福本さんは何で来てますか？私も車で来て、最初でも最近車でやり来始めて、で電車とバスの時は本当に大変でしたね。はい、ありがとうございます。特徴としては、車で来れるっていうのが日進キャンパスね、大きな特徴かなと思います。名城公園とか楠本ですと、公共交通機関が一般的なんですけども、日進キャンパスは1900台の駐車場がありますので、車置き放題だと、2台でも3台でも置いていいよという形になりますね。では、続いていきたいと思います。日進キャンパスのいいところを教えてくださいっていう感じなんですけども、いいところですね。どうですか？これ振るの悩みますね。これ先言っていいですか？あ、先言ってください。そういうキャラ大事だね。どうぞ先言ってください。まずこの日進キャンパスに食堂が3つあって、
でその他にコンビニがキャンパス内に1個、キャンパスの外に1個だったり、あそれから露店販売みたいな感じで基本的には2箇所別々のお店が並んでいて、お昼ご飯食べるときに毎回毎回別のもの食べれます。ちょっとお値段が張るような食堂もあるんですけど、基本的には量も多くってとても満足のいく、それこそ運動部系の男の子だったりとかでも結構満足のいく量が食べれます。味も美味しいです。なるほど。もうまさにね、学食は美味しいですかって質問来たんですけど、先に言っちゃったような感じですね。ありがとうございます。どうですか、じゃあ伊藤さん、日進キャンパスのいいところ、いいところいかがですか。いや、私は先ほども言ったんですけど、やっぱり車で行けるっていうのが強いと思っていて、通学時間が短縮できるともちろん自分の時間にも使うことできるし、あのバイトとか効率的に動けるかなって思っています。ね、まあ、入学してすぐに車で来てもいいですかって質問もありますね。こちらも大丈夫です。しっかりと講習を受けていただくことにはなりますが、1年生の時から駐車場を使うことができます。ちなみに藤ヶ丘からのバス利用したりとかしてたことありますか。うん、2人はしてました。はい、バス混みますかっていうことなんですけども、あ、すっごい混みますでも多分今年から、名城と本当に分かれてなるから、まあ、減りは多分混みはすごい軽減されるのかなと思うんですけど、私が1年生の頃とかはバス乗るのに30分以上並んでたので、うん、通学時間はすごい大変でしたね。非常に、ね、リアルなさすが声だと思います。まあ、今年はあの商経経済とか法学部が、ね、全部名城校の方に移ったということもありまして、だいぶ人数の方は減るのかなと思っております。では続いて、空き時間何していますかっていう感じなんですけども、じゃあ三浦さん、空き時間、空き時間ですか。友達と第三食堂っていうところがあって、そこにアイスクリームが売ってるんですよ。はい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 、でそこのアイスがめちゃくちゃ美味しくて、で1年生の時とかは、友達とその空き時間にアイス食べて喋りながらなんか雑談とかしたりとか、なんかスペースもたくさんあるので勉強したりとかしてました。第三食堂って言ったらもう総合政策がスミカにしてるような感じだと思うんですけど、ジェラート食べました？食べました。美味しいですか？美味しいです。なんかね、外観は昔ながらのちょっと古いようなイメージなんですけど、中内装はね最近リニューアルしましたので、非常に綺麗なカフェが入っているというのが特徴かなと思います。まあ、全体的な話はさっき大石君からね、キャンパスに3つも学食あるよって話をいただきましたので、では続いてちょっといっぱい来てるのですね、座禅堂があると聞きましたが学生の皆さんは座禅をしますかということなんですけど、まあ、これはもう宗教文化の大石くんに一回聞いてみようかなと。しました1年生の頃全員が取らなくちゃいけない教養の授業で一度やって、2年生からは座禅っていう授業があります。そこで、まあ、1時間なり1時間30分ぐらい座禅を組んでいると単位がもらえます座禅組んでると単位もらえる。単位がもらえます。ちょっとそこ語弊があるかもしれないから悩ましいところもあるけど、まあ、あのそういうイメージを持たれてたっていう感じですね。まあ、でも実際に座っていてそれの感想なんかをまとめると単位をいただけるので、まあ、座ってる時間っていうので何を考えるかっていうのはまた生徒それぞれなんですけど、自分なんかはもうすごいいい時間過ごさせてもらったなと思ってます。 ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちょっと宗教だと、まあ、座禅がやっぱイメージ湧くと思うんですけども、逆にそこまでイメージ湧かない、例えばグローバル英語の福本さん、座禅体験しました？まあ、全員多分すると思うんですけど。しました、しました。で一回パンって叩かれるやつもやったり強作強作ね、強作、はい、強作もやったんですけど、あ、でも多分先生にやるんですけど、私はそんなに痛くなかったかなと思いますけどどうでしょうか。ありがとうございます。で、ちょっと話変わります。スポーツジム使ったことありますかっていう感じなんですけども、運動どうですか、したよっていうスポーツジム使ったことあるとか。ジムまでは使ってない。なんか部活で運動系だとかあります？運動系の部活だとか。運動系いないんだ。
マネージャーとかも何もやってないですか？マネージャーやってます。何部のマネージャーやってるんですか？男子サッカー部のマネージャーやってるんですけど、まあ、でもジムは多分すごい部員はすごい使ってて充実して使えるっていうのは聞くので、いい設備があるんじゃないかなと思いますけど。そうですね、うちのスポーツジム、一般の学生が使うジムと、あと部活とかフリーウェイトの子たちが使う、うん、あ、ボディービルを目指している子たちとかが使うジムの2つがあるんで、非常にその辺は充実してるかなと、うん、結構女子学生の方でもダイエット目的とかね、ボディーラインきれいにしたいとかで運動を授業の合間に来たりとかでますね。あとパウダールームあるんで、またそこで化粧してね、もう一回授業行ったりとかっていうのもあるのかなと。あと、まあ、キャンパスライフなのでここまで突っ込んでいいかわかんないんですけど、学内で彼氏彼女はできますかっていうことなんですけども、どこまで聞こうかなっていう感じですが、彼氏彼女ちなみにいるよっていう方いますか？あ、手前の2人ですね。ありがとうございます。どうですか、大学入って彼女彼氏できた、2人の場合は彼氏かな、大学入ってできたって感じですか？そうですね、はい、じゃあ学内、学内です。ここまでにしときましょう。一応学内でもできますということで、2人も別にね、いなか、今がいないわだけであって、多分過去にはいたりとかしたのかなと。まあまあまあ、そんな感じだよね。ちょっと流しながらいきたいなと思います。はい、じゃあここはこれぐらいにして大学に入ってからモテエピソードありますか？ちょっとこれも流しますね。大石くん、個人的なことでもいいですか？はい、あ、どうぞ。どうして髪の毛を伸ばしているのですかっていう。あ、これ自分が修内生って言って、もうお寺の家の出身なんですけど、それで長男なんでお寺を継がなくちゃいけないんですよ、大学を卒業してから。その時に坊主にします。なんでその前に赤十字とかで寄付してみたいなって思って、髪の毛を寄付をやってみようと思って伸ばし始めました。あ、そういうことなんだね。はい、寄付とかもそういうのがあるんだね。寄付、ヘアドネーションって言って、それこそ抗がん剤治療で髪の毛が抜けてしまった人用にカツラを作ったり、ウィッグっていうんですかね、を作ったりするっていうので髪の毛を募集してたりするんですよ。じゃあもうそれを切り落としてからはもう修行に入ると。はい、もう最後に髪の毛伸ばせる時間でこんなことをして楽しんでます。そういうことだね。ありがとうございます。やっぱ視聴者の皆さんもちょっと気になるみたいで、まあ正直カメラだとね、あんまり見えないところもあるんですけども、横向いた時にちらっとね見えるんで、 ありがとうございます。視聴者さんみたいなところがあると思います。ありがとうございます。では、続いてですね、一番楽しそうなサークルを教えてくださいっていうところなんですけども、サークルは皆さん入ってますか？さっき、まあ、あの部活は、マネージャーをやられてるって感じで福本さん言ってましたが、はい、どうですか、三浦さん入ってますサークル？はい、私はアイスっていう。あ、そうか、さっきのごめんなさい、英語英語の時間でも言ってましたね。そうですね、はい、そうです。アイス、どうですか、そのちょっと楽しそうな雰囲気を伝えてください。楽しそうな雰囲気、留学生の方、人たちとかと触れ合えたりとか、会話ができたりとか、そうですね、みんな和気あいあいと仲良く活動している感じなので、うん、楽しいです。ちょっと伝わらないかもしれないまあ今コロナ禍で活動ができてないので、最近その部活とかクラブの子たちと会えてないっていうのも若干このテンションにはつながってくるのかなっていうのがありますね。大石くん入ってます？入ってます。マイクロコンピューターっていうパソコンをいじるサークルなんですけど、あ、はいはいはい、まあ、パソコンいじるって言ってでもどちらかといえばパソコンを使って何かを作るじゃなくて、パソコン自体を作る据え置き型のコンピューター部分を作るっていう部活で、毎年それで作ったものにもう部員がゲームを作って入れたり、または市販のゲームを買って持ってきたりとかして、もう自分たちで遊びたい分のスペックのパソコンを作って、もうその学年はそのパソコンでずっと遊んでるっていうようなところになってます。うん、ありがとうございます。まあ、日清キャンパスは、まあ、他のキャンパスよりも特にクラブサークルが充実してますので、よさこいサークルがあったりとかね、大学生ならではの自動車部があったりとか、馬術部とか、旅行する旅行研究会とかね、今多分おそらくできてないと思いますが、まあ、そういった部活たくさんありますので、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。
では続いて、キャンパスがとても広く移動は大変ではないですかっていう感じなんですけども、どうですか。じゃあ伊藤さんが私に言わせてくださいと思います。私はもう総合政策学部なので12号館を主に使っているんですが、教養の科目とかはその共通のどの学部も入れるところで学ぶ機会が多くて、移動時間授業と授業の間が10分しかない中で一番遠くの塔に移動するっていうのが何度も1年生の時には特に多かったので、その時はとても苦労しましたね。ありがとうございます。まあ今日はみんなね文学と創生なんですけど、新進科学部とかだと14号館さらに多くなので、またさらにね、ちょっと毎日が歩く時間が多いのかなと思いますが、その分足腰は鍛わるかなと思います。12号館ということですが、何号館まであるのですかっていうことなんですけども、何号館まであるんだろうね。14まであるけど、14までかな、抜けてる多分号館もある、うん、あそうだね。例えばこの欅テラスとかも一応何号館みたいな名前はついてるけど呼ばないぐらいな感じなんで、まあ、14号館までが一応あるっていう感じですかね。ありがとうございます。としみつに会えたりしますか。めっちゃファンの子なんだろうねこれ。みんなは会えてないかな。ないですね。やっぱいたら会ってみたいですか。ここでゲスト登場ですみたいな感じが本当にいいんですけども、まああのとしみつさんはまあ愛知学院の法学部卒業っていうことで、今YouTuber として大活躍されているっていう方ですかね。はい、では次行きたいと思います。バイトしてる学生さんは多いですかということなんですけども、バイト皆さんどうですか。じゃあ福本さん、バイトどうですか。バイトはほぼの学生がしてるし私もしてるので、でも時間をうまく使えば多分すごい、私は部活やってるのであんまり稼いではないですけど、うまく使えば多分すごいね。ちなみにみんなそれぞれ何のバイトしてるか、ちょっとじゃあ三浦さんから何のバイトしてますか。はい、私はイタリアンのレストランでアルバイトしてます。イタリアンのレストランおしゃれですね。じゃあ伊藤さん。私はお蕎麦屋さんとケーキ屋さんで。お蕎麦屋さんとケーキ屋さん、ワイオですね、ワイオ。じゃあ福本さん。私はドラッグストアでやってます。あ、今じゃあもう売り上げ爆上げみたいなところ。そうですね、マスクがばっかりですけど多いですね。じゃあ最後大石くんですね。自分がバイトじゃなくて職業とまでは言うとちょっとあれですけど、テーブルトークゲームのシナリオをたまに作って同人で売ってます。結構オープンキャンパスもやったり。オープンキャンパスも毎年2年生から2、3と参加して、今年もあれば参加していました。はい、ありがとうございます。で、一人暮らししてる人はどの辺に住むことが多いですかっていう感じなんですけども、うん、一人暮らし、じゃあ三浦さん、はい、どの辺で。長久手に住んでる学生がほとんどだと思います。長くて、じゃあ三浦さんも長くて、うん、はい、そうです。大石くんはどうですか。自分が砂子の方。砂子ってことは、まあ、隣っていうかもうほとほと同じです。砂子は長くてか、そうだ、長くてのさらに細かい地名なんですけど、完全に個人情報出たみたいな感じですね。検索したら出てくるかもしれないですね。さすがに家凸は勘弁してください。ありがとうございます。まだまだ時間がもう少しだけありますかね。日進キャンパスで一番楽しいことは何ですかということなんですけども、大学楽しいですか皆さん。実際に入ってみて。じゃあ伊藤さん、何が楽しいですか。私は学部内で結構仲良くなることが多くて、授業中とかもグループワークとかがあるので、初対面からじゃあ話し合いましょうとかいうのがあるので、いろんな人と仲良くなれるのかなっていうのがありますね。結構総合政策はそういう交流するような機会が多いですもんね。ございます。まあ学部内にね彼氏がいるっていうのもあるかもしれない。では大石くんどうですか。自分のところが宗教文化で神話が好きな人だったりが多いんですけど、例えば神話、この神話をモチーフにしたゲームがあるようだったりとか、テレビゲームとかそういうサブカルチャーとかでの話が通じる人が多くって、だから自分のもう
趣味だったりとかに没頭して他の人と話しても通じるような学生が多いんで、そういうのがまあ高校時代では少ないかなとは思います。はい、ありがとうございます。あとまあ運動部は厳しいですかっていうご質問来てますが、本学まああの強化指定クラブで、ラグビー部とか野球部、サッカー部、バレー部等々の部活は非常にもう、全力でやっていると、まあ、もちろん他の部活も全力でやってますが、特にそういった部活は、こういったコロナ禍の状況でも唯一運動が許されたりとかっていうのはあります。クラブサークルとかですと割と緩く楽しく和気あいあいとやっているっていう部活なんかもあるかなと思います。じゃあ最後ですね、愛知学院大学に入学して良かったことを教えてくださいっていうことなんですけども、難しいね、ざっくりしてるんで、よかったこと、もちろんありすぎて今多分絞れないみたいなところあると思うんですけども、じゃあ三浦さんいいですか。はい、愛知学院大学に入ってよかったことは視野がとても広がったことですね。いろんなあの先生方、あの外国の先生方とかいろんな留学生の方とか、あと愛知県に来てからもそうですけど、いろんな人と触れ合って自分の考え方とかも結構いろいろ変わってきたりして、なんかそれがなんか本当良かったなって思います。ありがとうございます。じゃあもう一人ぐらい聞こうかな。福本さんいいですか。私はグローバル英語学科的には英語が勉強できる環境がすごい整ってたので良かったかなと思いました。あとは、まあ、日進キャンパス愛知学院大学入ってよかったことは、友達もたくさんできるし部活も楽しくやれるしバイトも充実してるしって感じで、なんか全てが充実してるので部活をやった方がいいし部活をやった方がいいしそうですね。あとは桜が綺麗なので皆さんにもぜひ見てほしいかなと思います。ありがとうございます。確かに桜綺麗ですね。桜は綺麗、千本の桜が咲くと言われている日進キャンパスになります。非常に綺麗なキャンパスですので、ぜひ、皆さんにもお越しいただきたいなと思いますが、こういった状況になりますので、またどっかのタイミングでキャンパスを開放できたらなと思っております。残り時間もわずかになってまいりましたので、まだまだご紹介できてない、ご質問がありまして大変申し訳ありませんが、ここで最後に皆さんから一言ずつ、まあ、さっきももしかしたら自分の学科でね、受験生にメッセージを言ったと思うんですけども、初めて見る方もいると思いますので、もちろん同じ内容でもいいんですけども、違う内容でもいいので、一言ずつメッセージをいただけたらなと思います。じゃあ、大石くんがいいですか。そっか。今の大学に入ってから自分の体験しか言えないんで、ちょっと今のコロナ禍だと、また違うっていうのもたくさんあるとは思うんですけど、友達も、まあ、高校時代よりかはより親密になったし、それこそ自分なんかは下宿で一人暮らししてるんで、友達と一緒に夜まで遊んだりだとかそういうこともして、もう大学生だからこそできる遊びっていうのがやっぱりあって、それはやっているととても貴重で、後々見返した時にかけがえない宝物になると思います。もちろん高校時代の頃もそういうのあると思うんですけど、大学生になるっていうその大学受験を超えた先に待っている楽しみがちゃんとあって、それをみんな、まあ、恋だったりサークルだったりいろんなところで謳歌できるっていうので、まあぜひうちの大学に入ってみて、もちろんこの学科じゃなくてもいいですけど、大学に入ってそういう青春を再度謳歌していただけたらなと思います。ありがとうございます。まとめみたいな感じで言わなくてもいいからちょっとプレッシャーに感じてるけど、ハードルを上げてしまったかちょっと言うことがないから、じゃ あ一言ずつでいいので福本さんお願いします。私はじゃあどうだろう、グローバル英語学科としてはすごい留学もできるのでおすすめしたいなっていうのと、まあ、やっぱりこういう状況なので、まあ、皆さんのできることをやってもらって愛知学院に来てくれたらなと思います。応援をしております。はい、ありがとうございます。では伊藤さんお願いします。はい、先ほど あの総合政策学部の話でもちょっと言っちゃったんですけど、
ぱりコロナでみんな大変だと思って心配なことも多いと思いますけど、それは今ここに並んでるリアル大使のみんなも一緒で、あの授業がいろいろ変わったりしてたんですけど、それでも乗り越えてこうやって今オープンキャンパス開催できているので、4月からまた一緒に大学生活楽しんでいけたらなって思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、最後に三浦さんお願いします。はい、愛知学院に来て高校の時とはまた違った青春が楽しめると思うので、ぜひ皆さん愛知学院に4月来てください。はい、はい、ありがとうございます。では、最後までご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございます。以上で、秋のウェブオープンキャンパスを、終了したいと思います。また12月にですね、入試対策講座、といったイベントもございます。また、どこかのタイミングでまだキャンパスに来れていない、高校3年生受験生の皆さんがいましたら、対応をできる範囲ではしたいなと思っておりますので、またお電話メール等いただければと思います。ではこれで以上となります。皆さん本当にありがとうございました。